はい、冬にね美味しいこのコーンポタージュですね、コーンスープ、缶のコーンスープですが、このね、なんていうんですかね、粒が出てこないんですよね。イライラするんですよね。ということで、なんかこの前テレビで見たんですけど、そのやり方、あの粒がね上手に出てくる、そんな方法ちょっとテレビでやってたんで、僕もやってみたいと思います。やり方は簡単なんですよね。やり方は簡単なんです。どうだと思いますか？わからないでしょう。僕もびっくりしましたね。もう振るのはね、当然振る、まあ振ってもいいんでしょうけど、振るよりもね、ここをね、この飲み口あるじゃないですか。この飲み口の下をちょっとへっこますらしいですね。ちょっとやってみます。ちょっと置い、ちょっとこう置きますね。こう置いて、で、ここ、この辺、こう飲み口があって、ここをね、ちょっとへっこますんですよ。こう。こうね。はい。へっこみました。ほら、へっこんだの分かります？こんな風にへっこみました。これでね、いけるんですよ。これでいけるんです。で、僕あの飲んでもいいんですけど、飲んだらちょっと飲み口がねちょっと汚いんでね、今日はちょっとこの紙コップに入れてみたいと思います。いきますよ。はい、これで粒が出るかどうかですね。いきますよ。おお、出てくる出てくる。出てきます。はい、あ、ほら、もうほとんどないです。あ、すごいな。お、あ、わかりますかね。もうほとんどないです。本当に出てます。あすごい、本当にないです。すごいすごい。というわけで飲んでみたいと思います。うん、うん、ないです。ね、なんか明るいとこないかな。これほらほら、わかります？ないです。あれ、暗くてわからないですけど、ぜひこれやってみてください。ここをちょっとへっこませるだけです。もうね、本当にね、ないんですよ。こんなに気持ちよく飲めるコーンスープもなかなかないと思います。ちょっとしたことなんでね、ぜひやってみてください。以上です。